今緊急で動画回してるんですけど、 X のコメントにめっちゃめちゃ嬉しいメッセージいただいたので、自慢して話していきたいと思います。どうもポジティブニノティブクリエイティブのアカデミアニノです。今回いただいたコメントはこちら、じゃじゃじゃん。この方のミュージックビデオ、いろんなものをいろんな色味で雑多に置いてあるのに完全に調和してるのよ。あのバランスはどうやって考えてるんだろう。てんてんてん、素晴らしすぎて何度も見ちゃおう、隅々まで見たくなっちゃう。キュンです。キュンは言ってない。おったということで、本日は嬉しい感じですが、メモの準備はできましたか。本日のニノアカデミーはやっていきましょう。本番ですよ、ニノさん、よーいスタート。ニノさんのアカデミア。今回なんですけど、 X にいただいたコメントで、最初読んだ時、いろんなものだったりいろんな色味で雑多に置いてあるって書いてあった瞬間に、怒られてると思ったんですが、よーく見ると置いてあるのにニノチェック、完成度が調和しているのよと。このバランスは考えているんですが、素晴らしいで何度も見ちゃう、隅々まで見たくなりますといただいたので、ニノさんご機嫌です。はい、この方はなんですけど、多分ですが SnowMan の僕のミュージックビデオを見てコメントいただいたのかなと思っております。よっ SnowMan。 初めてやらせていただいたのがジューシーというミュージックビデオ、次にやらせていただいたのがデンジャーホリック、このね2つをミュージックビデオでやらせていただいたんですけれども、確かにごちゃついてるなんですけど、あーいいとこ見てますね、いいとこ見てますね、調和されてますよね。お褒めいただいて本当にありがとうございますっていう感じなんですけれども、もちろんミュージックビデオは僕一人の力だけじゃなくて、空間を作るのはビュースデザイナーさんがいたりとか、絵を切り取っていくのはカメラマンがいたり、絵をかっこよく見せる照明を作る医師の方がいたりとか、スタイリスト衣装をかっこよくやったりとか、全部が一つになって見ていただいている皆さんが喜んでもらっているものにつながるかなと思っております。一人だけで作ってるものじゃないので、本当にこの言葉は一緒に作ったスタッフ全員に、ね、届けさせていただければなと思うんですけれども、それとちょっとね話は変わるんですけど、 SnowMan のことで言うと、僕がものすごく嬉しいことが、ファンの方のねコメントとかで一回見たことがあります。僕がやったこの2作品、デンジャーホリックが出た時に X とかインスタとかの中で、この監督多分ジューシーと同じ監督じゃないっていう言葉をいくつか見ました。作品を見ただけでこれニノだって分かってもらったのはめちゃくちゃ嬉しかったです。それともう一つだけ言いまして、この2つをやった結果、スノーマンにもう一つの名前がファンの方がつけました。治安の悪いスノーマン。はい、見てください、ニノさん根は真面目なんですけど、見た目だけ治安悪そうでしょ。こういう人が作ると治安が悪いスノーマンができちゃうのかもね。でもよく勘違いされるけどさ、すんげえ優しいんだけどさ、ニノさん真面目だしさ、悪いことだっけでさ、ダメ変えようかな、こういうマッシュルームの髪にしてさ、最近流行ってる、ヒゲも剃ってさ、ピッダメだダメだ。次、最近ねよくかっこいい映像、美しい映像、そういうので話題作りをするミュージックビデオっていうのが日本に限らずいっぱいあると思うんですけど、ああいうのがものすごくニノさん嫌いなんです。なぜかというと、楽曲に対しての意味を持たないから。その瞬間その瞬間はやっぱりかっこいいな、トレンドが入ってんなでいいとは思うんですけど、やっぱり楽曲ってずっと残るもの、それと同じようにミュージックビデオもずっと残るものであれば、楽曲の世界を何倍にも何十倍にも良くする素晴らしいミュージックビデオを作って、意味を持たしてストーリーを作って見ていただいてるファンの皆様に感動していただきたいというふうに思っています。だからニノさんのね作品っていうのは基本的には何も意味を持たないで、ただただ踊ってとか歌ってとか、そういう PV はね本当にないと思います。これは自信持って言えるんです。本当にニノさんの作品は自分っていうのもなんだけど、必ずストーリーはあります。ストーリーがないように見えるやつも裏コンセプトがしっかりあります。ニノさんのアカデミアっていう感じの、今日はただただ嬉しかったというお話でございました。またね、スノーマンの仕事もそうですし、他のアーティストさんの仕事もそうですし、全力で皆さんが喜んでいただけるような作品、ミュージックビデオを作っていきたいと思いますので、楽しみに見てください。他にもウィキペディアとか会社のホームページ見ていただけると、ニノの作品いろいろ載ってますので、興味があったら見て、またそれに対してコメントください。作品に対してのねなんかお話とかも今後できたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。
スノーマンのみんな3本目のミュージックビデオ依頼待ってますよ。ファンの方、ニノさんが作るスノーマンのミュージックビデオいかがですか？好きですよね。スノーマン、スノーマン9を超えてド級です。それでは本日のニノアカデミーはいつもとちょっと違うご報告でしたが以上になります。次回もお楽しみに。出席してくれることを願って募集復習よろしくお願いします。概要欄に YouTube、X、TikTok、インスタ貼ってありますのでぜひフォローよろしくお願いします。そして高評価、いいねボタンポチッと押していただけたら皆さん嬉しいのでお願いしますよ。そこにある目の前にあるボタンをポチッと押してくれればそれだけでいいんです。自分もかからないからお願いします。バイバイ。